大人の遊びをしようじゃないか。レブレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。ジョルと求人件数の方をねえ、受けまして、利下げ観測0.5%をマーケットが要求しております。どうなっていくのでしょうか。アメリカの現物の株式の取引は大人の足並みです。作戦会議、スタートです。ぼ、ぼ、僕らは逆イールド観察隊。逆イールド解消が近づいております。 火曜日のね、マーケットの中でもね。 一瞬逆イールドの方が解消したんですけれど、再度逆イールドになっているということでね。まあ、こういう逆イールド解消、そしてまたね、逆イールドを繰り返していきながら、逆イールドを解消していくんだろうなということで、この逆イールドが解消しますと、アメリカはリセッション入り、そして株価の下落が待っていると言われております。この逆イールドの期間が長ければ長いほど、リセッション入り濃厚ということになっております。過去はね、 ある程度の長さを超えてきますと100%リセッションに入っているということで、まあ、株価が暴落するのがわかるんだったらねそれを逆手にとって資産形成してしまえというのがメンバーシップを立ち上げた理由となっております資産形成一人でするのがちょっと心もとないなと思われている方メンバーシップ会員さんプラス私と一緒にね資産形成していきませんかメンバーシップご登録お待ちしております さあ、そくるですね。前日22%下落。そして、エプレマーケットも下落から始まりましたけれど、マーケットが開くと反発しましたね。ですけれど、この反発がね、続かないということで、一旦引け間際ね、下落して、ちょっと持ち直して終了ということでね。まだね、30.3あたりまでしか回復はしておりません。 冷やしの方のね、チャートで見ますと、前日大きく陰線をつけて、まあ、ちょろっと要線ということで、出来高の方はそこそこついているんですけれど、あまりね、株価が伸びていないということは、まあ、それだけ売り圧力が強いということですよね。空売りデータの方もまあ伸びてきているということで。 まあ結果、雇用統計が終わるまでは、連日に入って雇用統計後どうなっていくのかというところですね。ということは、さあ今の段階で買うべきか買わざるべきかということなんですけれど、雇用統計を受けて下がるも上がるも2分の1だったら多少まだ速度を持たれてない方は少し仕込んでおいて、 そして、雇用統計後大幅にね、下落するようですと、再度、スポット購入というのが、まあいいね、一番の選択肢じゃないのかなというふうに考えてます。二度目の会話は今、継続しているということで。保有しております、ソクル25株はマイナス13.85、13. 30株はマイナス3.45、85株はプラス7.74となっておりますんで、まあ、ここはね、 雇用統計後、下がっていくようですと買い増し、上がっていくようですと売りぶつけるというね、まあ、もういつものパターン。株は上がるか下がるかしかありませんのでね、下がった時にしっかりと買える体制だけ作っておけば何も問題はありません。8月5日に底をつけまして、21営業日が経とうとしております。平均22営業日で1ヶ月と考えておりますので、さあと1ヶ月で。 しっかりと100%上昇するのでしょうか。はい。テスラ、アニマイブルですね、えー。こちらの方は、 頑張って伸びてくれてるんですけれども、まだね、冷やしの方で見ますと、まあ、レンジの中を行ったり来たりということになっておりますんで、まあ、ボリンジャーバンドプラス2シグマにタッチして、そして上昇していくことができるのかどうか、このあたりがね、個別の面白いところですね。指数は軒並みね、あまりいい反発はしてませんけれど、まあ、テスラは頑張って伸びていると。ただし、空売りデータの方は少しね、増えているということですね。さあ テスラ2倍ブルー、こちらの方は買い場になっていくのかということで見ますと、マイナス50%で10.55なんですよね。終わりにが10.9ということになってきてますんで、まあ、これだったら速度購入するのがベストかなと。まあ、すでにね、テスラ2倍ブルー持っている方で、何品かけたいという方は別ですけれどね。 374株保有のテスラ2倍ブルはマイナス30.94、230株リバランスが終わっているテスラ2倍ブルはプラス35.77となっておりますので、まあ再度ね、100%上昇をね、見せていただきたいと思います。はい、TMF ですね。もうおそらくこの えー、TMF の最安値、ね、38.3に戻ることはないんじゃないかと。9月5日は30年債の入札があります。ここを無事ね、入札を乗り越えますと、さらにね、えー、一段、 tmf のね、えー、価格っていうのは上がるんじゃないかと。要はもう60ドルを、えー、超えたところでね、えー、固定になるんじゃないかなというね、えー、淡い期待を持っております。えー、ただ何度もね、えー、この60ドル付近のラインっていうのは跳ね返されているラインなんでね、まあそろそろね、えー、利下げ観測も強まっているということで、まあ0.5の利下げがあるんであればね、この60ドルの壁を突破していって、まあ65ドル、70ドルあたりをね、えー、次は目指してい していいくターンととうことで、まあ、前日まではね60ドル切ってたんで、まあ、この辺りが買い場ですよねという話をしていましたんで、まあ、60ドル超えてきたんでね まあちょっとね、う、え、ま、ー、味がなくなっていくのかなということですね。はい、DPSD です。えー、こちらは雇用統計待ちということでね、まあ、レンジに入るのかじわじわ下げていくのかというところで、まあまだ買うタイミングではないですし、売るタイミングはね、100ドル超えていたところで、まあ、売っていたのが正解なのかなというね、まあ、結果論ですね。QLD です。えー、こちらの方はちょっと上昇してるんですけれど、上髭たっぷり雇用統計待ちということに、ね、なってます。 一日遅れで出ますレバナース37,851円ということでね、まあ、再度4万円台を大きくね。 下げてきているということで、設定来最高値は46,178円ということでね、あたりで購入されている方っていうのはね、今、模擬、ね、ドギマギしてるんだろうなというふうに思います。ちなみに逆イールド発生した地点は34,208円ということに、ね、なっております。ドル円の方もね、急激に円高の方にね、振ったということです。債券なんですけれどもね、 アメリカ、大幅利下げ観測強まると弱い求人統計に反応。これ、ジョルトのことですね。逆イールドが一時解消ということで、2年もの10年もの超短金利差逆転、逆イールド、一瞬ね、正常に戻ると。これは2022年。 以降、二度目ということですけれど、まあ、まだね、解消しっぱなしというわけではないんで、まあ、もう少しね、うん、解消するのには時間がかかるのかなと。まあ、ただね、しっかりと10年債の方も下げてきてますんで、まあ、このあたりがね、次の株価の上値重くなる、軽くなるというところがあると思いますんでね、さあ、ハイテクは重くなって、中高型株は元気づくんでしょうか、というところで、2年債 3.766、10年祭3.755ということに、ね、なっておりまして、その差が0.011ということになっております。さあ、逆イールド解消後、半年ぐらいで株価の下落が来ると言われているんですけれども、どうなるのか楽しみと。ファングプラスですね、こちらの方は、上髭下髭ついている、まあ、瞑想感たっぷり、雇用統計待ちということですね。 1>, 1日遅れで出ますファングプラスインデックス5万2728円ということでねまあ設定来最高値6万7148円この付近で購入された方っていうのはねトータルリターンマイナスがついてるまたこれこれぐらいマイナスがつくとね損切りしたくなる人たちが多いのかなと一度買った商品特に2サーク損切りする必要はないんですけれどねなんでみんな損切りするんだろうと基本的には思っております最高値から、ね 30%下落で47,003円ということになってます。まあ、今回の雇用統計を受けて、ここまで下がるのかどうかということですね。まあ下がれば買い場ポイントですけれど、私は今年ね、ファングプラス買わないと宣言しておりますので、買いませんと。レバレッジ型の商品は長期保有に向かないと言われてますけれど、本当にそうなんだろうかということで、今年リバランスが終わったテスラ2枚ブルは、プラス35.77。 2023年1月から12月、1年間ね、積み上げたレバナスは58.99。2022年10月の底値付近で購入したソクルは337.29%と、まあ、今回の下落でもちろんトータルリターンは削られていますけれども、まあ、長期保有のレバレッジ商品たち、 そこまでね、悪いのかと。いや、レバレッジ商品って長期保有してたら低減食らって全然利益が出ませんよっていう人たち、これを見てどう思うのかということですよね。1倍の方はね、テスラ2倍ぶると、そしてソクルが売却できないと、上乗せできないということなので、まあ、もうしばらくお待ちくださいと。利下げ観測の方ですね。まあ、9月が1 そして11月にはね、2回ということで、まあ、9月から11月でね、0.75の利下げがあるんじゃないか、いや、利下げしてほしいと思ってる人たちが今、たくさんいてると。 あ今日はね、ADP の雇用者数と新規失業保険申請数、ISM、非製造業、景況指数などがね、出てきますし、時間外取引ではブロードコムの決算、そして30年歳の入札ということにね、つながっていくと、30年歳の入札はマーケット中ですと。 さあ、今日もね、株価の乱高下、そして債券ドル円の乱高下が見れるんじゃないかということで楽しみにしております。絶対に負けない取引。株価が下がれば含み損増えるのは当たり前。株式は下落と上昇を繰り返していきます。損切りの必要はありません。ファングプラス購入してる人。 損切りなんかする必要ないんですよ。ただし、安くなったところでしっかりとスポット購入できる資金は持っていないと余裕をぶっこけないということで、しっかり安くなったところで買いましょう。え、何もう今年のファングプラス2サーク買う予約がなくなってしまったなんてこったいということでね、1年間ありますからね、どのタイミングでファングプラス などをね、えー、兄さん埋め切るのかっていうところ、えー、ここはしっかり考えておかないと株価戻るまで余裕ぶっこえて感染できませんよと、株で勝つためには入金力、これを高めていくしかない。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お待ちしております。